藤間昭夫8月26日隊は、日本の実業家、公認会計士、税理士、中小企業診断士、行政書士、AFP、賃貸不動産経営管理士、トマコンサルタンツグループ株式会社、代表取締役会長、トマ100年企業づくり、コンサルタンツ株式会社代表取締役社長、1952年東京都目黒区生まれ、 旧、長田町小学校、千代田区立高島地中学校、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学小学部卒業。1976年公認会計士二次試験に合格。監査法人朝日会計者を経て、1982年に旧、藤間公認会計士税理士中、小企業診断士事務所開設。トマコンサルタンツグループを経営、税務会計。 人事ロームなどの総合コンサルティング会社へと成長させた。2011年には、トマコンサルタンツグループ株式会社、トマ税理士、法人。2013年には、トマ監査法人、トマ行政書士法人などを設立。2017年、創業35周年を機に事業承継を行い会長に就任。 トマコンサルタンツグループの代表には、税理士市原和洋が就任する。その後、ライフワークとする中小企業の100年企業作り、後継者作りを支援する、トマ100年企業作り、コンサルタンツ株式会社を設立し、代表取締役に就任。ありがとうございます。